イェジ・ヤノビッツは、ポーランドウッチ出身の男子プロテニス選手。まだ、ATP ツアーで、シングルス・ダブルスともに優勝はない。自己最高ランキングは、シングルス14位、ダブルス47位。身長203センチメートル、体重91キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。性は、ヤノビチ、ヤノイッツ、ヤノビッチ、ヤノビチとも表記される。 2013年ウィンブルドン選手権男子、シングルスベスト4に進出。2012年パリマスターズ準優勝。ダブルスでは2013年 BNP パリはオープンで準優勝。2015年ホップマンカップ優勝。バレーボール選手の両親の間に生まれた、ヤノビッツは5歳でテニスを始める。ジュニア時代には2007年全米オープンと2008年。 全仏オープンジュニアシングルスで準優勝している。2008年にプロに転校。同年からデビスカップのポーランド代表選手に選ばれている。四大大会では2009年全米オープンから予選に挑戦を始めたが、なかなか突破することができず、2012年ウィンブルドン選手権で初めて勝ち上がり初出場した。一回戦でシモーネボレッィを3から6。 6から3、6から3、6から3で、2回戦でエルネスツ・ツグ・ルビスを2から6、6から4、3から6、7から6、9から7で破り初出場で3回戦まで進出した。3回戦では、フロリアン・マイヤーに6から7、6から3、6から2、3から6、5から7で破れた。大会後のランキングで87位となり、トップ100入りを果たした。 10月のクレムリンカップではツアーで初めてのベスト8に進出した。11月の BNP パリバマスターズでは予選から勝ち上がり、1回戦でフィリップ・コール・シュライバーを2回戦ではマリンチ・チリッチを3回戦はランキング3位のアンティマリーに5から7、7から6、6から2で逆転勝ちし、ベスト8に進出した。準々決勝ではヤンコ・ディプサレビッチが途中危険 準決勝では、ジルシモンを6から4、7から5で破りマスターズ大会初出場ながら、決勝に進出した。決勝では、ダビド・フェレールに4から6、36で破れ準優勝となったが69位から26位に、ランキングを上げ、トップ30入りを果たした。2013年は3月の BNP パリバオープンで、トレト・ユーイット組ダブルスで決勝に進出したが、競合。 ブライアン兄弟に検討したものの36、63、60で惜しくも敗れこちらもツアー初優勝はならなかった。ウィンブルドン選手権では3回戦で第15シードのニコラス・アルマグロを破り、グランドスラムで初めて4回戦に進出すると4回戦でユルゲン・メルツァーを準々決勝で同じポーランドの先輩ルカシクボットを7から5、6から4、6から4で破り、 準決勝進出。準決勝で世界ランク2位のアンティマリーに7から6、4から6、4から6、3から6で敗れた。2014年はウィンストン・セーラム・オープンで準優勝があったが、足の怪我もあり、ランキングを落としてしまう。2015年1月、ホップマンカップにポーランド代表として出場。決勝でアメリカに勝利し、優勝を飾る。月に、 南フランスオープンで準優勝。2017年11月のスロバキアブラチスラバでのチャレンジャー大会を最後に公式戦出場が途絶えている。2013年から同じポーランドのテニス選手のマルタド・マホフスカと交際しており、2019年第一子の長男が誕生した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト QF イコールベスト R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。